列車列車とは鉄道の線路上を運転して人や物を輸送するために仕立てられた鉄道車両である。専門的には停車場、駅の外の線路を運転させる目的で蘇生された車両のことを特に列と呼び同じ車両であっても運転させる目的を持たずに留置されているようなものは列車ではなく単なる車両である。条件を満たしていれば 車両数に関係なく一両であっても列車となり得る。日本においては国土交通省の定める鉄道に関する技術上の基準を定める省令第2条13項で停車場外の線路を運転させる目的で蘇生された車両を言うとされている。またイギリスでは83-1条において列車を A2 両 またはそれ以上の鉄道車両が連結されたもので、少なくともそのうち一両は、機関車であるもの、B 他の鉄道車両と連結されていない機関車と定義している、機関車方式が前提となっている。アメリカ合衆国のアッチソン・トピカサンタフェ鉄道の九百四十八年の運行規定では、列車、客貨車の有無に関わらず、一両、またはそれ以上の機関車が連結されており、 標識類が示されたものと定義していた。日本では電車という言葉で鉄道の線路を走る車両全てを指すことがあるが、電車は本来は電力によって走行する鉄道車両のことを指しており、列車であるためにはどのような動力源を用いていても良い。鉄道の運転取り扱いでは旅客や貨物の輸送に直接鉄道車両を使っている場合と、 それ以外の場合を区別している。輸送に直接使われる停車場間での鉄道車両の運転、移動を列車と呼び、それ以外の鉄道車両の移動を単に車両と呼ぶ。輸送の準備や後始末で駅構内や車両基地において行う移動、入れ替えが車両である。列車として運転する場合には車両に比べて高度の安全要件を満たすことが要求される。 列車として具備するべき条件は以下のようなものがある。列車は複数の車両を連結して運転されることがあり、このことを編成を組むなどと呼び、組み合わせた車両を指して編成と呼ぶ。編成には列車として具備するべき前述の条件に加えて動力装置、電源系統、サービス設備などの制約もある。機関車が客貨車を牽引する。 動力集中方式の場合は、牽引定数が問題となる。列車ダイヤで定められた時刻を守って、列車を運転するためには一定の速度以上で走行する必要があり、運転対象路線にある勾配と機関車の性能から、牽引する編成の重量は一定の範囲内に収まっている必要がある。編成の各車両に動力が分散している、電車方式、動力分散方式の列車では、 運転を想定している路線の勾配に合わせて、動力者の比率、MT 比を決める必要がある。列車暖房においては、蒸気暖房の時代には、蒸気機関車、またはそれ以外の機関車では、蒸気発生装置から蒸気を供給して、暖房を行っており、蒸気発生装置のない電気機関車、ディーゼル機関車では暖を使えなかった。電気暖房においても、機関車に、 電気暖房用の送電設備、客車にそれに対応したヒーターが搭載されている必要があり、対応しなければ暖房を使えないという制約がある。冷房の面でも冷房装置とそれに対応した電源がなければ冷房を使えない。サービスの面では必要に応じてグリーン車、一等車などの優等車両と普通車の割合を決めて編成に連結する。現代では 売店での食品販売や外食産業に押されて連結は減少しているが、教職設備として食堂車やビュッフェ社が連結されることがある。優等車両や寝台車を連結するに際しては、特別料金を払っていない旅客がこうした車両内を通り抜けることを防止するために編成の一端にまとめて優等車両や寝台車を連結したり、食堂車や ロビーカーを間に挟んだりする対策が行われる。荷物車や郵便車は駅における取扱設備の配置の関係から連結位置が決まっている。線路容量や車両数の制約から列車の分割、併合を行うことがある。列車が進行していく際に輸送需要が低くなるにつれて一部の車両を切り離していく、あるいは輸送需要が高くなるにつれて 車両を増結していくような運行の仕方、増解決をすることがある。またはそうした切り離した車両が支線に直通して別の終着駅となる列車になっていたり、別の始発駅を出発して支線から直通してくる列車を増結したりする多層立て列車こともある。初期の車両では一両単位で電源や暖房などが独立した構成になっており、 自由に連結、開放することができた。しかしそうした、機器類にかかる費用を節約するため、走行に必要な機器類や空調電源などを、編成全体でまとめて、最適設計して、各車両に配置する、固定編成という考えが生まれた。さらに基本編成と付属編成という組み合わせにして、輸送需要に応じて、付属編成を切り離すといった運用が行われている。 列車の運行計画は、ダイアグラム、列車ダイヤの形で立案される。運行計画においてはまず、対象路線の輸送量を想定し、各種列車の輸送力を設定する。乗車率、混雑率が低いほど、旅客にとって座席を確保しやすくなって、サービス上は好ましいが、乗車率が低いと輸送量に対し必要とされる車両数が増えることになり、 鉄道事業者の運営コスト上は好ましくない。競合する交通機関の状況を踏まえて決定される。続いて、列車の設定本数と区間を決定する。輸送量に応じて、列車本数を調整したり、編成量数を増減したりする。また、列車の運転する区間や異なる路線への直通列車の設定を検討する。列車本数が多い方が、 旅客にとっては利用しやすいが、線路容量や車両運用との兼ね合いもある。設定した列車の配列順序、出発時刻を決定する。利用者の利便性を考慮しつつ、線路容量や駅の発着番線の都合などを考えて、各列車の順序と時刻を決定する。そして各列車の使用車両の性能や線路の条件に応じて計算された基準運転時分に基づいて、 駅間の走行時間を決め、各列車の停車駅と停車時間を定めて、列車の時刻を確定していく。こうした時刻を決定するにあたっては、各駅間の閉塞の条件、線路容量、駅の信号の条件、車両の性能といった条件から決まる、最短時各を守る必要がある。列車には他の列車と区別するために列車番号が与えられる。列車の おおよその性質を知ることができるような番号体系が定められており、運行管理庁重要であることから、同一駅に同一番号の列車が発着しないようにされている。列車の時刻決定と表裏一体のものとして、列車に乗務員及び車両の割り当てを行う、乗務員運用計画及び車両運用計画、運用が作成される。乗務員や車両が循環して、 各列車に割り当たっていくことで実際の列車の運行が行われる。列車の運転は常に当初の計画通りに行えるわけではなく何らかの原因で列車に遅れが生じることがある。そうした列車の運行状況を監視し必要に応じて対応策を講じて正常な運転に復帰さるために運行管理が行われる。元来は 中央の運転指令所から電話で各地の駅や列車と連絡を取って指示命令を行っていた。現代においては列車集中制御装置 CTC の導入が進み運転指令所から各駅の信号設備を遠隔制御して列車の運行を制御している。また運転指令所と列車の情報伝達には列車無線が用いられるようになった。CTC においても 列車の現在位置と列車ダイヤをもとに指令員が判断を行い制御盤から信号を制御して列車の運行を管理していた。さらなる発展として列車の運行状況をコンピューターを用いて自動的に追跡、監視しあらかじめ入力された列車ダイヤのデータと照合して自動的に運行管理を行う自動進路制御装置 PRC という装置が導入されるようになった。 列車ダイヤが乱れた際には、運転指令員が、列車ダイヤや車両、乗務員運用計画の変更を行う。この作業のことを、運転整理と呼ぶ。運転整理は、評価基準が曖昧で難しく、制約が厳しい上に大規模な、組み合わせ最適化問題であるという、非常に難しい問題である。用途目的による列車の分類として、運賃を徴収して、 一般の旅客貨物を輸送する営業用列車と鉄道事業者の業務の都合上運転する事業用列車の区分がある。営業用列車はさらに下記のようにいくつかに区分されている。旅客列車は旅客、人を乗せて運ぶ列車である。貨物列車は貨物の輸送を行うための列車である。また、鉄道車両自体を貨物として輸送する公衆、鉄道車両輸送や、 大物車を使った特大貨物輸送も貨物列車の一種である。客車と貨車を並結した列車を混合列車という。さらに区別して、客車に貨車を並結した列車を混合列車、貨車に客車を並結した列車を純混合列車という。純混合列車は貨物列車としての運行が主体であり、貨車の解決、貨物の積み下ろしに重点が置かれて、 旅客扱いは重たるものである。事業用列車は、鉄道事業のために用いられるが、営業列車ではない列車である。一般の旅客貨物を輸送する列車と使命が異なる列車として、特殊列車とも呼ぶ。列車は、動力車の種類により、機関車、牽引列車、電車列車、機動車列車などに分類される。一種動力車が並結されている場合は、 メインとなる動力車が基準となる。機関車牽引列車には、蒸気機関車を使用する蒸式列車、電気機関車を使用する電気列車、内燃機関車を使用する内燃機列車などがある。機関車牽引列車は、特に蒸式列車は、汽車とも呼ばれる。旅客にアピールする目的で、列車に黄金のやイギリスフランスや20世紀特急アメリカ合衆国など、 列車愛称をつけることがある。そうした愛称付きの列車、ネーム・ド・トレインには、シンボルマークを描いたヘッドマーク・テールマークを取り付けることがある。世界で最初に愛称をつけた列車は、1848年にイギリスで運行開始したアイリッシュ・メールである。鉄道の普及以前には、駅馬車、ステージコーチの中で最も早いものに郵便物を乗せ運んでおり、 そうしたステージコーチを特にメールコーチと呼ぶ慣習があった。そのためにメールが付く名前には早いという印象があったことからアイルランド行き最速列車をアピールしてアリッシュメールと名付けられた。ただしアイルランドへ直通しているわけではなくアイルランド行きの船が出る港への列車である。以降行き先の地名にメールを付けた愛称が付けられていった。また、 競争場のザ・フライング・ダッチマンの名前にちなんで、グレート・ウェスタン鉄道が名付けた、フライング・ダッチマンも人を博し、フライング・スコッツマンなど、同様にフライングをつけた列車名がイギリス国外を含めて広がっていった。日本では長らく列車番号のみで列車を識別していたが、昭和初期の不況で輸送力が余剰気味であったことから、列車に愛称をつけて親しんでもらおうという意図で、 東京下関間の特急列車に往復に愛称をつけることになり、列車名を一般公募して、富士、桜と名付けて1929年、昭和4年9月15日のダイヤ改正から時刻表にも掲載されて運行されるように言った。第二次世界大戦中一時的に列車愛称は途絶えるが戦後復活し、列車の増発とともに愛称は増加していった。 同じような運行系統、運行目的の列車を0 0 1号2号あるいは、第1、第00のように番号付きで区別することも始まり、43等、昭和43年10月1日大夜改正で、同一区間の列車名はできるだけ相性を統一することや、末尾に1号2号と不満することで、出発順序を区別することなどが決められた。なお、飛び魚、宝など、 貨物列車に愛称が付けられた事例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。